疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。帰ってまいりました。劇団暁3月公演、初日昼の部無事に終わりました。今月からですね、こちらにおります隼人が花形になりまして、こちらの花形だった大輝が副座長ということで、3月公演やらせていただくことになっております。またいろいろイベントの方もございまして、隼人の誕生日公演、はい、そして、若田町晩春公演、はい、そして、大輝がプチ昇進公演、はい、プチ昇進公演やら、16日がですね、若手大会、また新しい試みでございまして、脚本家そして演出家さんが入っての、また普通の大衆演劇とは違った舞台が見れるんじゃないかなと思っておりますので、はい、よかったらですね、大変な時期ではございますけども、感染予防対策をとって浅草木馬館劇団暁応援しに来てください。お願いします。お願いします。お願いします。どうもありがとうございました。三木明人です。これから5人柱で頑張ってまいります。劇団暁、ぜひとも今後とも応援のほどよろしくお願い申し上げます。今月いろいろありますので、ホームページや何やでいろいろ検索して待ってます。お願いします。三崎大輝です。今月から副座長に、昇進させていただくことになりました。副座長になっても、変わらずに一生懸命、頑張っていきたいと思っておりますので、ぜひですね、今月は劇団暁応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、花形の三崎隼人です。今月1ヶ月よろしくお願いします。花形として、木馬館で、やれるのは本当にありがたいと思っておりますので、誕生日今夜らいろいろイベントございますので、最後までよろしくお願いします。一言は大丈夫です。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。お願いします。